はい、今回は第31話アバよ俺のコブラ、第31話アバよ俺のコブラ、このね、お話からスペースコブラを語っていきたいと思います。このね、最終話ではサラマンダーにですね、次々と仲間をね襲われていくんですね。コブラはサラマンダーに次々と仲間を襲われます。でね、ある人物、エルラド教のね、ミラールという人物にねコブラは会うんですね。まあ女性なんですが、エルラド教というね宗教団体の女司祭なんですね。女司祭、かなり地位が高いね、司祭、これがミラールなんですね。で、まあ、シドのね、女神という、まあ、灯台ね、シドの女神という灯台が、各星でね、打ち上がるんですね。まあ、1万2000基となってますが、これはものすごい、量ですね。はい、これ表向きはね、エルラド教の像なんですね。エルラド教の、まあ、灯台であって、像なんですが、まあこれは使えますよね。灯台として宇宙船がね、迷わないようにするためのものですから、これはいいと。ですが裏ではね、各ね星を制圧する、人工衛星、なんですね。はい、まあレーザーのようなねものを装備していて、各星をまあ軍事的に制圧できる、支配できる、そういうね軍事衛星なんですね。ですからね、この実質的な灯台という側面と軍事衛星という側面、この両面を持っている、そんなね、まあ、衛星なんですね。はい、でこのね、ミラールもそうですが、コブラはですね、まあ、あのひどい状況に追い込まれることが多いですよね。まあ、状況から抜け出せなくなったりとか、希望がね、もうないとか、そういう状況に陥る場面がしばしばね、コブラの中ではあるんですね。そういうね、時に限って、このミラールのような女性、が現れてね、コブラを、コブラとこうね、いい関係になりそうになるわけですね。はい。他のね話でもコブラがね、抜け出せない状況になった時に、こう優しいね女性が、魅力的な女性が現れて、もうコブラはこのままでいいかなと、そう思ってしまいがちなんですね。でコブラはね女好きですから、ちょっとはねこうなびいてしまうんですが、最後のところでねコブラは突き放して、元のね海賊家業に戻るんですね。はい、このあたりがね、まあ、痺れますよね。うん、かっこいい。はい、でこのね、女司祭のミラールですね。ミラール、これ女司祭なので、ファッションがね独特なんですね。非常に見せるねファッションだと思いますね。まずね、全体的には上品、とてもね上品な、服装をしてるんですね。それで、にもかかわらず、胸元がねざっくり開いた、そういうね、デザインなんですね。まあ、コブラの世界ではですね、まあ、そのぐらいは、まあね、そういう、女性のね、女性らしさには当たらないのかもしれないですけども、まあ、見てるこっちはね、
まあ、かなりドキドキするわけですね。でね、そこをちょっとね、考えているとですね、もうちょっと分かりやすくてもいいのかなと思いますね。ファッションね、うん、例えばね、こう胸元ざっくりとかね、ミニスカートとかそういうことだけじゃなくてね、もっとね、記号的なものがあってもいいのかなと思いますね。例えば、帽子をかぶっていたら、これはね、まあそういうこととは無関係の上品な格好なんですよと、そういうねメッセージがあってもいいのかなと。もちろんね、漫画の世界じゃないですけども、現実の世界ですよね。コブラの世界じゃなくて現実の世界で、帽子を、女性が帽子をかぶっていたら、上品なね、装いなんですよと、そういうね明確な基準があってもいいのかなと思いますね。はい。例えばね、ジーパン、ジーンズ、ジーンズはね、もちろん上品にも履けますし、こうね、魅力的にも履けるということですね。まあ、ローライズとかね、ありますから。ですからね、わかりづらい。うん。特にファッションに詳しくない男性はね、わかりづらい。これはね、ちょっとね、なんとかした方がいいですよね。はい。ですから、服はね、デザイン性もありますから、自由に着てもらって、ね。スカーフを巻いていたら、もうね、フォーマルな硬い、装いなんですよと。そんな風なね、明確なサインがあってもいいのかなと思いますね。はい。なんてことをね、考えていたら、これどっかで聞いたことあるなと。よく言われる俗説でね、女性は黄色い洋服を着ていたら落ちるとかね。うん。黄色いね、洋服を着てる女性は、簡単に落ちるとか、そういうね、俗説が、まあ、間違った俗説だと思いますけども、そういう俗説がありますが、それにね、ちょっと似た発想なのかなと。うん、そんな風にね、思ってしまいましたね。ニコニコ生放送の一挙ね、放送で、スペースコブラのね、シリーズを見てて思ったのは、脇役がね、まあ、結構魅力的な脇役がいるんですね。まあ、正確なね、設定はちょっとわからないですが、ダックと呼ばれるね、脇役ですね。まあ、ダック星人とかね、ダックとか、そんな風に呼ばれてますが、くちばし、口がね、鳥のくちばしのようになっていて、頭がつるっとしていてね、でもちろん人間の形はしてるんですが、まあ、鳥人間みたいな、そんなね、ダックですね。まあ、ある時はね、情報屋だったり、ある時は、ラグボールのね、選手だったり、ある時は外人傭兵部隊だったり、全くの別人なんですが、このね、くちばしの鳥人間の特徴を持つ人間、まあ、人種と言っていいんでしょうかね。これがね、端々に出てくるんですね。で、その度にニコニコ生のコメントがね、ダック来たとかね、ダックとかね、そういった大盛り上がりをするわけですね。これは何を言いたいかというと、鳥人間のね、この人種が宇宙にこう散らばっているんですね。はい。ですから、かなりね、繁栄してる種族なんじゃないかなと思いますね。はい。で、必ずね、脇役として書かれるんですね。
ですから、スターとかね、ワルの大物とかにはならないんですが、全宇宙にね、こう散らばって、生活してる、このダック種族ですね、ダック星人。これがね、結構、面白いというかね、面白い存在だなと思いますね。はい。でね、このダック星人が出てきたときに、ニコニコ生放送のコメントがね、このかなり盛り上がるのが謎だったんですよね。ですが、盛り上がるというのは、やっぱりね、このダック星人に、みんなね、シンパシーを感じてるんじゃないかなと、そう思います。私もね、このダック星人を憎めなくて、いいなと思いますよね。はい。まあ、ある時はね、コブラを助けたりとか、ある時はコブラを裏切ったりとか、まあ、ちょっとね、どっちつかずのキャラクターなんですね。はい。敵でも味方でもなくね、自分の、こう、損得で動くと。で、ものすごい悪いこともしないけども、ものすごいいいこともしないという。そういうね、ニュートラルな人間臭いキャラクターとして、このね、ダック星人が描かれてるんじゃないかなと思います。ですからね、ガンダムで例えるとですね、ヒーローのアムローではないんですね。また敵のね、シャアでもないということですね。ですから、このダックはね、ダック星人は、例えるとすると、まあ、カイシデンみたいな、ね、カイさんみたいな、そういうね、まあ、存在なのかなと、思いますね。ですから、ガンダムでもね、一番好きなキャラクターはっていうことで、このカイシデン、カイさんをね、あげる人は多いですね。やっぱりこの、我々に一番近い、キャラクター、このね、シンパシーを抱きやすいキャラクター、感情移入しやすいと、そういうことで、このね、ダック星人が、出てくれば、ニコニコ生放送のコメント欄が盛り上がり、ダック星人がやられれば、みんなして悲しむと、そういうね、面白い、存在だと思います。はい、ここでね、ちょっとコブラの女性感についてお話ししたいと思います。コブラがね、くどく女性は、結構ね、バラエティに富んでいて、普通のね、CA のお姉ちゃんとかね、航空機の CA のお姉ちゃんとか、もう結構誰かに構わず口説くんですよね。はい。まあ、コブラにとってはね、まあ、ちょっとした、コミュニケーション、なんですね。ですがね、まあ、本気でね、こう、付き合っていく女性は、かなりね、厳選された、女性であることがね、わかりますね。コブラのね、作品中には、まあ、美人なんですが、ちょっと悪いと。美人なんですがちょっと悪い、そういう女性もね、たくさん出てきますよね。まあ、原作の中でもね、女詐欺師とかね、ちょっと悪い、そういうね、女性がたくさん出てきます。まあ、要するに峰不二子みたいな、ね、峰不二子みたいな、そんなね、魅力的な女性キャラクター出てきますね。まあ、例えばね、コブラを追ってくるスナイパーとかね、完全な敵であれば、それはね、口説くとかそういうことはなかなか難しいですよね。
あるいは長期的にね、付き合うとか、本気で付き合うとか、そういうこともね、なかなか難しいのかなと思いますね。ですが、コブラとは無関係なところでちょっと悪い女性、職業がね、女詐欺師であるとか、そういうことですよね。結構ね、コブラはそういう女性から誘われるんですね。ですがコブラは、ちょっと悪い女性とは絶対付き合わないんですね。もちろんね、コミュニケーションお話はしますが、絶対に口説かないと、本気ではね、口説かないと、そういうことなんですね。このあたりですね、面白いなと思いますね。はい。万が一ね、コブラがそういうね、ちょっと犯罪に手を染めてるとか、少し悪いとかね、そういう女性と付き合ってしまうとですね、読者にね、いや、そういう女性も許容されるんだと、ね、そういう女性もありなんだと、そういうね、メッセージを送ってしまうんですね。これはね、少年誌ではなかなかね、ダメなことなんじゃないかなと、そんなふうに思いますね。ですからコブラがね、こう堅くなに、そういった女性には手を出さないと、これはね、納得の設定ですね。